子どもたちの夏休みもあとわずかとなりましたが、武蔵野市の井の頭自然文化園では普段と違った動物園を楽しんでもらおうと、階段をテーマにしたスタンプラリーが行われています。国内最高齢のゾウ花子で知られるこの動物園、今日は体調管理のためにあいにくその姿を見ることはできませんが、ここにまつわるこんな怪談話を皆さんはご存知でしょうか。ゾウ舎の壁をじっと見ていると巨大な横顔が見えてくる。このゾウはいつの間にか壁に入り込んでいたそうである。毎日少しずつ形が変わっているという噂もある。実はこの怪談は職員が創作したもの。井の頭自然文化園で行われている怪談スタンプラリーのラリーブックには9話の創作怪談が収録されていて、その怪談の舞台となる9箇所にスタンプ台が設けられています。怪談を読みながら園内を回りスタンプを集めることで、普段なら見過ごしてしまうような動物や施設の特徴を知ってもらおうという企画です。ぴょんってやった。え、お母さん違うように見えたけど。スタンプ台にあるクイズは2択になっていて、9つ全てのスタンプを集めてゴールするとオリジナルのうちわがもらえます。なんか不気味で怖かった。あまり怖くなかったけどでもちょっと怖いのもあります。クイズに答えるのが楽しかったです。鳥のなんかこう歩き方とかよく見たので楽しかったです。井の頭自然文化園、森も多くてですね、夏でも涼しい場所がありますので、怪談を読んでもっと涼しくなっていただければというふうに思っています。怪談スタンプラリーは来月1日まで行われ、来月7日には怪談の舞台をめぐる夜の動物園ツアーも行われるということです。